夢は叶わないんだって知って得意なことや長所なんて隠してない変えないふりして才能なんて皆無だって劣等感を抱いて泣いてつまんない今日も生きて大体反撃の準備をもしないかい間違いだって失敗だって本気じゃなきゃ意味ないんじゃないエイム合わせて全力出してアンチだけじゃ意味ないんじゃない努力だって覚悟だって半端なんじゃ意味ないんじゃない革命は始めよう何十回も何百回もあがいて描いていこう負けられないから終われないから僕は何度だって立つよ以上中心は仙台県向かってますそこから車で1時間ぐらいみたいで山形まで今日もちょっと密着をさせてもらいますあれですあの改めてモンテディオの今日のチームの今の状態とあとそれぞれ の選手のこととかを見てましたこれはあのモンテディオの資料あ資料なんですねそう俺必ずアルバルクの時もそうだし日ハムの時もそうだし必ずこうやって今のチーム状況とかこう資料にしてあこういうサッカーするんだなとかこういうチームなんだなっていうのは知識入れていった方がやっぱあのどの、 あのスポーツに関わった時もそうですけど楽しいので俺はやっぱ前提楽しむ仕事したいっていうのが一番大事にしてるんで安倍さん今あのライブ中だと思うんですけど、はい、かなり多忙なんですねそうっすね今全国ツアー中ですけど昨日はあのチータンと手越し上の新しく始まった新番組のロケしてて1日でも全国ツアー中に全く違うセットリストのオーケストラライブやるんでねそうですか、はい、その準備もしなきゃいけないんで、はい、だからツアー回りながら別のライブの準備もしなきゃいけないんですごいっすね、はい、Baby I got told You like walking the wire And if you come with meスタジアム似合うっすしっくりくるよね故郷に戻ってきたって感じしますよね催し物も結構あるもんなんですそうあの出店も結構出てますよ飲んだり食べたりしながら見れる、まあ、それがスポーツの醍醐味じゃないですかそれがないとねやっぱりその全てのやっぱ総合エンターテインメントの魅力がねフルに出ないですよねもちろん俺の歌唱はあれですけど俺はもう純粋サッカー大好きなんでモンテディオ山形の試合を生で見るのも初めてだし何よりねやっぱり2連勝の後今7連敗してるんでチーム状況がで今22チーム中20位かなやっぱり昇格降格っていうのがやっぱ存在しちゃうんでいやこの晴天とせっかくこうやってサッカー大好き人間が歌いに来てるわけですから今日ぜひ連敗を止めて最悪引き分けよければもうボコボコに別に俺制限か制限もねもちろんリスクってありますけど今回はもう山形のホームで山形に呼ばれてるんで山形応援しますけど完全に走り方さえ分からずに最初に奇跡しててもかけたけどセットされた状態でさせる状態にできます、はい、そうですねはい、わかりました、はい、了解ですあ駅から1時間ぐらい車乗ったじゃないですか、うん、そう回してなかったんですけど、うん、あのマネージャーさんも、まあ、メイクの荒木さんもちょっとねすいません、その時起きてたんですけど、眠くならないのかなと思って、僕もちょっと眠くなったんですけど、あ、まあ、最初、ワインの勉強をして、サッカーのヨーロッパだなんだの、各試合をチェックして、今日皐月賞なんで、競馬の枠順とか、今どんな状態なのかなっていうのを見て、途中まで見てたゲームの世界大会の。試合をちょっとだけ見て、うん、メジャーリーグをちょっとチェックしてで、着いたかな
やらなきゃいけないってことなんでしょう。いやいやいや、自分がやりたくてやってるんだよ。でも最後の最寄りのインター降りてからは外の景色見てました、ずっと。初めて来た時ってもしかしたらもう来なくなる可能性もあるじゃないですか、これ海外も日本も別に問わず。じゃあやっぱどういう景色だったのかっていうのはやっぱりメモリーした方がいいなと思うんで、基本的に初めての土地に行く時っていうのは僕基本的に携帯は封印します。かっこいいですね、うん、初めて行ったとこをメモリーするって僕も言いたいですね。ボーとして無理なんだよな、これメイク中とかも分かんないけど、こう本来こういうことでしょ、これ鏡の自分、仕上がっていく自分をずっとこう見てこう。ないね、無理だね。いや、荒木さん本来はそうですよね、そのメイク中こうスーッと鏡見てね。ごめんなさい、この方担当してる結構アーティストが割と特殊な方々なんで、オンリーワンになっちゃってる人たちばっかをやってるから、クセ強の人ばっかやってるから、この芸能界での要はメイク中の常識を聞いても意味がないかもしれない。常識の人がやってないから。私ちょっと常識が忘れちゃったんですいません。でもなんかね、私この間ね、考えてみたら、うちの子が幼稚園ぐらいだから多分なんだかんだで 7,8 年になる。あ、そんなになるか。一番最初にほら紹介、そうだね、あの方か、例のあの方か、はいはい、例の名前を出せない、ボルデモート的な人。あんないい人ボルデモート扱い最低だよ。グループ時代、ジャニーズ時代はグループで何かやるときっていうのはグループで決めるヘアメイク、ソロの例えばサッカー番組だったら曲メイクのこともあれば俺が指定できるときもある。荒木さんとかの場合は結構ソロのアイドル誌とかやってましたね。結構アイドル誌ってソロだからね、ある程度もデビューしたっていう人、そういう時はもっと荒木さんにぜひお願いしたいってなったんだけど、本当にお願いしたかった例えば MV とかコンサートのっていうのはやっぱグループで一人だから俺一人で決められないわけ。おい、なるほど。そうでもやっぱ荒木さん得意なのって MV とかさ、やっぱステージがやっぱ一番 俺の中の荒木さんがやっぱ一番すげえなって思うから、がっつりソロになって MV とかスチールとかそういうのでやってもらったのはソロになってからね。一番最初にその某 J 事務所から連絡来た時に、手越しのソロ全てやってくださいって言われたんだけど、その時さすがにすいませんちょっと私世界の果てまではいけませんって本当にしたのよ。俺は最高の褒め言葉でよくね、すごい作詞をしてくれる、今回の俺ドラクラっていう、ね、曲の作詞してくれた小林美奈ちゃんとかも、あの歌詞かけると、俺は芸能人アーティスティックな人と俺は変人変態って最高の褒め言葉だと思うの。だって普通の感覚じゃダメなわけだから、何かを表現するって普通の人にはない感覚があるからこそ評価されるわけじゃん。だから普通の一般的じゃダメなのよ、ちょっとぶっ飛んだとこがないと。消え合うなとか、すごい俺がリスペクトするこの人かっこいいなすごいなって思う人って変人だもんね。だから好き、だから変人同士だな、やっぱ。でこれってさ、ペロンってなってていいのこれ、デザイン、あ、デザインこれ切れたんかと思ったけど、あえてここにタグが外についてるデザインのやつがあるじゃん、毎回言われるんだよ、コースの服逆だよって。めんどくせえと思って、そういうデザインなんですよ。あと俺髪の毛を黒くしただけですげえめんどくさくなる。なんでですか。当時ジャニーズの時にドラマの役で黒くしたことがあるの、1ヶ月だけ。それ必ず行くじゃん、テレビ局とか、それこそイッテ Q の有名なプロデューサーとかも、あら、手越しどうしたの、なんかやらかしたの。ちいちいちい、やらかしたんじゃなくて、ドラマで、テレビ朝日のドラマで3億円事件の犯人を演じるから、黒髪でしょ、それでドラマの役でやってるんですって言ったら、あ、そうなんだ、あ、じゃあ永瀬君と共演するの、それは、確か TBS でやってる連ドラの3億円事件は確か永瀬君だった気がするんですけど、僕の場合はテレビ朝日の開局の周年の2時間ドラマの3億円事件の役なんです。ここまでの説明を100回ぐらいした。割としかも当時自分でお前が言うなんだけど、一番割とこう暴れん坊と言われる。さあ皆さん、
星野です、よろしくお願いします。今日は、お招きいただきましてありがとうございます。僕自身4歳から今もサッカーをしていて、サッカー歴30年のサッカー小僧なんですけど、実際にサッカーキャスターを10年以上やらさせていただいて、で去年のワールドカップの時も徹底討論チャンネルというチャンネルで、ずっとサッカーに関わらせてもらって、今回初めてモンテディオ山形のホームスタジアムにお邪魔できるということで、このサッカー小僧が本当にサッカーが大好きなので、今日、皆さんとそして、選手そしてスタッフの方々とともに今日、いい結果勝利、できるように心を込めて、応援歌エールを送りたいと思いますので、少しの時間お付き合いください。よろしくお願いします。では最初に手越優也、今ソロアーティストとして全国ツアー中なんですけども、その、手越優也のソロになってから、今回何を歌おうかなと思いながら、考えて、やっぱり応援歌歌いたいと思いますので、手越優也の応援歌聴いていただきたいと思います。聴いてください、七色エール。サビに手を振ったりするような場所があるので、もし参加できる方は簡単なんで参加してください。お願いします。夢の坂道へ今スタート切れ、山ほど飲み込んだ想い輝け、100万1回目の笑顔に届け七色へ。うわっ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 、今日も絶対に勝ちましょうね。一日ごとに遠ざかる約束を毎日刻むんだ、いつだって目を開く弱さも全て受け止めるため、いつか僕が描きたい景色を一番見せたい君と、100万回は呼んだって100万回駆け出して、地を掴むのさ自分自身の意志、燃やせよこの熱を灯せ決意を、まあ、何の可能性を信じて描く七色へ、呼び覚ませ、自分を研ぎ澄ませ、その熱を過去を辛く照らす今日はそう、見つめる世界超える扉、100万応援するので一度
初めて生で歌を聴いてすごい上手でしてかっこよかったです。わざわざまず山形というこの僻地に来てもらえたことが嬉しいなっていうのと、そのサッカーがすごい好きっていうのが最初のトークですごい伝わってきて、私ももって大好きなのですごく嬉しかったです。で歌は、まあ、当たり前なんですけどめちゃくちゃ上手くて結構鳥肌が立ちました。最高メッセージがすごい伝わってすごい良かったです。先日コンサートでも聞きましたけれども、やはりスタジアムって本当特別だなと思って、この広いあのフィールドに声が響き渡ってなんか力をもらいました。せーの、めっちゃかっこよかったです。なんかもう久しぶりに私生歌聞いたんですけど、半年ぶりですか？やばかったですありがとうございますって感じです。よかったです。どうだった？めちゃくちゃすごかったです。せーの、でした。私も初めてちゃんと生で聞いたんですけど、思った以上に歌唱力があってすごく良かったです。ずっと応援してきたんですけど、やっぱりサロンもすごい輝いててかっこいいなって思いました。1時間前から入ってるのはないですよね。スタッフすごいですね。めっちゃ飛び上がってました。ありがとうございました。大げさすぎ。かっこよかった。ですか？かっこよかった。いい。前にもう一回あの写真撮影で降りていただくんですけど、うんうん、なんかモンテ側からこうキックオフの審判のとこを手伝ってほしい。どういうこと？やれるだろう。野球でいう始球式みたいなやつをぜひテゴさんにやっていただきたいなと思ってまして。いやいやいいですけど。めっちゃ嫌やいきなりそんな大役が来ると思わないから。あれ、それパス練習っけ？そう、そこですよね、はい、そのいつも審判がやってるとこらしいです。ほうほうほう、なるほど、わかりました。はい、お願いします記念に素敵にもあのプレゼントされてたんで、せっかくならそれ着て行こうと思って。アルバルクの時もね、ユニフォーム着てタンクトップでガチョウ選手と一緒の格好で、俺はスポーツ好きなんだ。選手も一緒に、えっってさそうだね、溶け込んじゃっててさ、なんでいいの？はい、整列お願いします。トンネルまで移動します。選手ほんと選手みたいな気持ちになっちゃう。選手ですよ。俺も大会とかでいろいろ出てたから。頑張ってください。ありがとうございます。ただいまよりキックインセレモニーを行います。キックインを行っていただくゲストはアーティストの瀬越優也さんです。それでは参りましょう。キックインセレモニーお願いします。ではお願いします。ハッピーキはい、というわけで、今試合が終わったばかりでございます。まあ、試合はね、惜しくも、0対1で、敗戦になってしまったんですけども、なんか力になったらいいなと思いながら、歌唱もしましたし、自分が出せる、このモンテディオへのね、なんかパワーっていうのは自分的にはもう 120% 送ったつもりなんですけど、まあ、スポーツはね、あの美しくも、残酷にもやっぱ勝ちと負けっていうやっぱ2種類に分かれてしまうスポーツなので、こうやって、ソロになってからがっつりスタジアムで歌うをね、歌わせていただいて、あのこういう機会をくださったモンテディオの、ね、関係者の皆様、そしてサポーターの皆さんも本当に感謝してますし、まあ、あのこうやって1回でも関わるとね、僕としてはやっぱりずっと気になる存在に、今までの他のスポーツのチームもそうですけど、ずっとサッカーやってるからこそこの J リーグの入れ替え戦の厳しさだったり、それぞれのリーグの厳しさっていうのが分かっているので、まあ、あの僕としてはここだけで終わらずに、せっかくこうやってあのスタジアムにお邪魔してるんでね、今後も、モンテディオの、まあ、応援含めてあのしていきつつ、何かまた改めて力になれることがあったら、僕でよければあの現場に来て実際にお邪魔して試合を見て何か喋れることがあったらいいなと思いますので、その時はまたぜひ
よろしくお願いします。最高のパフォーマンスするのでまたぜひお願いします。というわけで今日はありがとうございます。お疲れ様でした。